哲学のの、ね、の、えー、外観からら見たた MMT 立ち位置っってていいうのを説明していったら今度ね、思想哲学の面から、えー、MMT の立ち位置っていうのを説明していこうかなと思いますと、えー。基本的にね、論理を構築する側と打ち消す側っていうのがあって、これどういうことかっていうね、所詮仮説だから、仮説に仮説を重ねて、まあ、一つの仮説を立てる。まあ、このプラトン一番わかりやすいんだけどね、こから始まってるって言ってもいいんだけど、イデア論ってあるでしょ。で、イデアっていうのが実在するのかっていう論争が、この普遍論争 とが起こって起こで名前しかないんじゃねっていう派と実在するんだっていう派があってでまあプラトンはね多分これ適当に言った可能性があるんだけどでそれに対してアリストテレスはなんか適当にごまかしてで鉄人政治まで行ってね正しいあの政治の在り方があるとか言ってここから政治学が始まったと言っていいんだけどでそれに対して、まあ、適当に中央でいいんじゃねって言ったのがこのアリストテレスでまあ要するに何かを打ち立ててで打ち消すでなんでこれ打ち立てて打ち消すかっていうのが必要になってくるかっていうと えー、ここを見てほしいのはねあの仮設住宅の論理構造を作ってるに過ぎないのにそれ自体が真理で真実そのものだと勘違いするアホが出てきてそ,のいつそこにこだわるバカのせいで世界が迷惑するからねっていうそういうことなんだよでじゃあ、えー、この新古典派経済学的なまたはこの構造主義モダニズム的な考え方ってダメなんですかって言われてそれがないとね物事って考えれなくなるから一つのパターンとしては必要なんだけどでも完全に全ての局面に て当てはまるわけじゃないから例えばあの世界恐慌の時とかリーマンショックの時 え、主流派経済学、新古典派経済学の人たちって何も解決を出せなかったでしょう。だからとりあえずぐちゃぐちゃに、あのー、絡まった結び目を見ながら、ケインズとかコペルニクスとか、あとイスカンダル、アレクサンダーあたりが、あのゴールディアスの娘みたいに打ち消すみたいな。現実こうなってんだからこうなってんじゃねみたいな。例えばケインズなんか一番分かりやすいんだけど、えー、金利の上げ下げをしたところで需要が増えない。これどうなってんだ需要が増えないのには、えー、簡単な方法がある。需要を政府 政府が勝手に作って足り流せっててせいうまあ MMT なんかはねまあ要するにザーっと雑に見てったら、えー、政府が貨幣の発行主体なんだから貨幣が足りない時は貨幣供給を増やすには、えー、政府が供給するしかないんじゃねっていう、まあ、そこら辺の論理を打ち立てたのがこの人たちで。 で例えばモダニズムとか構造主義とかこれどういうことかっつったら一旦その瞬間のね構造を切り取ってこういう傾向があるのねっつったらそこにこだわる連中が出てきてで「おいおいお前ちょっとずれてるぞ」みたいな感じでまあだからね哲学とかこの思想信条の歴史っていうのは何かを打ち立てて、えー、打ち消すっていう繰り返しで MMT っていうのもこのね新古典派経済学が打ち立てた体系がえー、仮説だったはずなのに仮説だと気づいてない人たちが こだわってわけのわかんないことをするから、お前ちょっと違くねっつって、まあうん打ち消した感じ。だからここら辺のね表なんか興味ある人いたらまた説明し直すんで、興味あるって書いて,いてくれたらあの説明しますと。で今回こんなとこで終わります。